あ、これで自転車ね。あ、ずいぶん奇抜なデザインだねこれね。わ、この自転車どうしたの？ケイタが大事な書類を届けてくれたおかげで会議がうまくいったんだ。ありがとう。あの時は助かったよ。ありがとう。この自転車はそのお礼さ。前から欲しがってただろ。ありがとう。お父さんありがとう。いや、買ってもらってよかったね。あれね、よかったですね。ケイタくん、一生懸命書類を届けた甲斐があるってものですよ。マウンテンバイクですかね、あれね。お父さんも子供の頃自転車を買ってもらった時は嬉しくてな、日が暮れるまで乗り回しておじいちゃんに叱られたもんさ。おじいちゃん死んじゃったのかな。今空見上げていたけど、ケイタ君のお父さん空見上げていたけど、お父さん、じいちゃん死んじゃったのかな。お、高さも、あ、そうか、じいさん死んでるわ。妖怪ウォッチ2でばあちゃん家行くんだもんね。で、じいちゃん死んでたわ。高さもぴったりだな。乗り心地はどうだ？すごくいいよ。せっかくだからその辺で試し乗りしてきたらどうだ？それはいいアイデアです。新しい自転車ですからね。もうちょっとさ、どんどん改造してハンドルとかもさ、なんかあのちょっと不良みたいにしようよ。よし、今日は桜町フラワーロードの方まで行ってみようかな。うん、少し離れてるけど自転車を使えばちょうどいいくらいの距離だな。桜中央シティの方は車が多いから段々坂の方から行くんだぞ。そう、気をつけないとね。僕あの横浜に住んでるんですけど、この1年間の間で3人ぐらい死んでんだよね。なんか道路にさ、花束が大量に置いてあんの。あ、ここでちょっと交通事故があったんだっていう。で、花束置いてあるパターンって怪我で済んでないじゃん。絶対なんかなくなっちゃったりしてるじゃん。だからほんと気をつけてね、行ってほしいな。はーい。意地悪妖怪キュービ。お、導き。カッチカッチ。さっきも言ったけど、あのボス戦で結構おにぎりとかね、そう、回復アイテムとかバンバン使うおかげで、こういうアイテムもらえるイベントがね、めっちゃ嬉しいんですよね。何が出るかな。これはいらないな。ボス戦で役に立たないな。さあ、じゃあ行くか。車より速いっていうね。スタミナム、これはもう鬼時間で、鬼時間専用アイテムになっちゃったねこれね。スタミナム、普通にこうやってダッシュしててもあのゲージ減っていかないから。ただなぜか鬼時間になると走った時にバテてゲージが減っていくっていうね。任天堂スイッチでそういう仕様に変わっちゃった。さあ、到着。そう、この商店街の中自転車で走ってたら怒られるよね。あ、そういえば欲しい漫画があったんだ。もう出てるかな。絶対コロコロコミック。ういっす。ちょっとそこのどっこい書店で買いに行こう。それなら本屋さんへレッツゴー。妖怪の本もありますかね。楽しみです。ゲゲゲの鬼太郎みたいな。本屋さんはこの通りの南、この通りの南側だよ。どっこい書店って言うんだっていうか、左側にあるじゃん。そのつもりはないと言ってるでしょう。とにかく他のお客様のご迷惑になりますからお帰りください。ではまた伺います。今のなんだろう。何かトラブルのようですね。店員さんに話を聞いてみましょう。いらっしゃい。すごいなんかひょうきんな声だね。あんなにシリアスな場面だったのに。いや、ケイタ君、変なところを見せちゃったね。今のって、建設会社の人だよ。この間から立ち退けってしつこいんだ。
なんでもこの辺りにショッピングモールを作りたいらしいんだけど。ここのね、なんか商店街みたいになってるからぶっ壊して作っちゃうのかな。このフラワーロード潰れちゃうの？この本屋さんだけの話にすまないよね。じゃあ他の肉屋さんとかも壊してみたいな感じなのか。そりゃお断りに決まってるじゃないか。でも困ってることは別にあってね、立ち退きの話が出てからっていうもの、おかしなことが起きてばっかりなんだ。みんなはお狐様が怒ってるんじゃないかって言ってるよ。お狐様？うん、そう、この桜町フラワーロードの守り神である狐の神様だよ。ここが潰されちゃったら神様も住むところがなくなっちゃうからな。そんなの迷信だって言いたいところだけど、俺もこの間変なものを見ちゃって、おっと話し込んじゃったな。詳しい話は君の学校の理科の先生に聞くといいよ。あの先生、妙にこの事件について詳しいみたいだったからね。さっきうちに来たばっかりだからまだその辺にいるんじゃないかな。いるかな。ちょっと待って。あ、いらっしゃい。いらっしゃい。真面目に生きるってこんな高かったのか。25,000円。群抜けで高いじゃん。なんなのこれ。なんかさ、あのタウンページぐらい分厚さがある、なんか辞典みたいな感じなのかな。こんな高い本って、なんか国語辞典とかの分厚いなんかあるじゃん。それぐらいしか見たことないな。普通の国語辞典でも2000円ぐらいで買えるけど、なんかやたらめちゃくちゃでかい辞典とかこれぐらいするよね。うわ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 。当分ちょっとご用にないな。さあ、理科の先生いるかな。こんな素敵な格好してんのに小梅食堂にいるよ、この人。立ち食いそばでも食ってたのかな。うどんそば、なんて書いてあるの。あ、どんか。いや、こんにちは、ケイタくん。こんにちは。こんにちは、先生。見た目的にはなんかね、おしゃれなレストランで食事してそうだけど。先生がフラワーロードで起きた事件に詳しいって聞いたんだけど。ああ、キツネのたたりのことかな。はい、それです。たたりかどうかはわからないけど、変なことが起きているのは事実だよ。ここの立ち退きの話が出てからボヤが起きたり事故が起こったり、どれもまだ大事はなってないようだけど、このまま続くようじゃどうなることか。そんなことが起きてたんだ。それが本当だとしたら大事件です。確か君のクラスメイトの日陰くんがボヤの現場にいたって話だけど。真央くんが？せっかくだから彼にも話を聞いてみたらどうかな。ここに来るときコンビニの前で見かけたからまだいるかもしれない。なるほど。そちらにも話を聞きに行ってみましょう。ありがとうございます。君も気をつけるんだよ、ケイタくん。キツネうどんでも食べていたのかな、この先生ね。真央くん髪型気になる。こんにちは、ケイタくんも買い物に来たの？俺、真央くんに聞きたいことがあって探してたんだ。何？この辺りでボヤが起きた時、真央くんがいたって本当？うん、真央くん、なんか疑われてない？なんか圭太くんに、まさか火つけたのも真央くんだったりして。僕の見間違いかもしれないけど、誰もいないところから火が出てきて、建物が燃えたら大変だから近くにいた大人の人を呼んだんだ。すぐに火は消えたんだけど、あれは何だったんだろう。間違いありません。この事件の裏には妖怪が絡んでいます。誰もいなかったというのがその証拠です。人間には妖怪の姿は見えませんからね。真央くんがそれを見たらどこ？影村院のあたりだけど。影村院って確か今はもう使われてない病院だよね。なるほど。放っておけませんね。そこへ行ってみましょう。ありがとう。わかった、マオくん、ありがとう。あ、俺なんか勘違いで次おぼろ入道やっつけるのかなと思ったんだけど、もしかしたらあれか、破れかぶれ院長が次のボスだったんだっけ。ちょっと記憶がちょっと混同してるぞ。さあ、そして近いな、この病院。
もう見るからに廃墟だねこれね。壊さないのかな。ここが噂の影村いいんですね。確かに何かありそうな雰囲気です。ケイタ君、あちらをウォッチしてみてください。気に入らない、全く気に入らない。このキュービ様の縄張りを荒らすなんてあいつら許しておけないね。僕がお仕置きしてやるのもいいけど、それじゃ面白くないし。あれが噂のお狐様かな。おそらく間違いありません。元は守り神と言われるだけあって、恐ろしいほどの妖気を感じます。やれやれ、さっきからうるさい坊やたちだね。僕は今虫の居所が悪いんだ。あんまりうるさいと叩き潰すよって言いたいところだけど、今はそれどころじゃないんだ。夜になったら桜中央シティにある工事現場において遊んであげるよ。じゃあ、やっぱおぼろ入道だね。あ、行っちゃった。何やら意味深な態度。夜になるのを待って工事現場へ行ってみましょう。ウィス、このまま放っておいては被害が広がりかねませんからね。このメンバーでおぼろ入道かなりえぐいことになりそうだね。ちょっとレベル11でようやく前のボスのつられ太郎丸をねギリギリで倒すという激しい戦いをやったんだけど、ちょっと妖怪ガシャ回したいな。あ、妖術大百科、これめっちゃいいやつじゃない。あー嬉しい、まずい漢方きたー。まずい漢方めっちゃ嬉しいな。あ、Cランクだ。ケイタ君、これはウォッチロックです。今のウォッチランクではこの扉を開けることはできません。扉を開けるにはウォッチランクを C に上げる必要があります。ウォッチランクを上げる方法は調子堂の店主は知っているはずです。ということで、そっか、いけないのか。さあ今回もランクのパワーアップだけど、お使いをしなきゃいけないっていうね。強い妖怪を3匹やっつけるみたいな感じかな。おい、ん、そうさ、強化した妖怪ウォッチを本当に使いこなせるか確かめたいんだ。使いこなせないのに強化しても強い妖怪に襲われちまうだけだからな。まあ試験みたいなもんだ。なるほど。まずはこいつだ。隠れるようにいた。お前なんだかいや、お前の方が怪しいって。俺の邪魔をするならお前疑り深い嫌なやつにするぞ。こいつ C ランクぐらいだったかな。あ、いけるか。結構苦戦するかなと思ったけど、やっつけた。2匹目はこいつか。これで最後、電波行動。いやー、電波構造結構強いぞ。うわ、技来る。耐えよう耐えよう。うわー、きついなこれ。いや、こいつの技食らったの初めてかもしれない。
ちょっとイガイガグリ逃がして、きつで前に出して OK。 あーでもイガイガグリ食らってる。 OK、 もうあとは倒せんだろう。おっしゃ、危ねえ。電波構造が一番強かった、あのガキとかに比べて。もっと経験値もらってもいい感じだったよ、あの強さだったら。おこれで C ランクになったんだ。これでワンランク上の妖怪たちが見えるようになったはずだ。やったー、やりましたね。これでさらにいろいろな妖怪と友達になれますよ。だけどお前たち気をつけるんだぞ。ランクの高い妖怪はそれだけ強いってことだからな。